ラジオの収録です。大丈夫ですか？心配してくれてありがとうございます。でも最近は本当に安静にさせてもらえてるので、痛みは足の痛みねかなりマシで、また病院にね行くので、結果ねまた報告させていただきます。はい、こんばんは、ありがとうございます。明日ね、佐藤吉の、そうですね、早いですね、ラスト公演。そうなんです、ピンク色の服かわいい、ありがとうございます。今日はなんか甘めですね。ん、あ、横には出なかったですか、観覧車。あー、ちょっと愛がもうちょっと足りなかったかもしれないですねはい、あ、ちょうど見に来やすい時間帯で、お、よかったですね。足の毛が、そうなんですよ、良くなってるといいんですが、あ、そうです、ケーキの仕事にじゃないよ、アズアズとアズニャンと主力でした。2回目ですね。3連休の反動がトライス、まあありえますよね。そうですよね、3連休はいいんですが、でも今日頑張られたということでお疲れ様です。頑張りました。でも夜勤の方もねいらっしゃるし、まだ働かれてる方もいらっしゃるかもしれないので応援してます。そう、今日の、収録の放送は11月20日の21時40分からです。ほらも、ありがとうございます。あとね、延々同盟だったんですね、わら。ああれですか、アズアズも配信してたから、アズニャンもね配信してたから聞いたかなこんばんちゃむ。今ダイエット中なんだけど、お菓子食べたくて辛い。わかりますよね、そう、ダイエットの時って辛いですよね。なんかでも何でしたっけ、なんかそういう動画見るんです、見たりするんですけど、そのダイエットしてる方の食事みたいな YouTube さんで見たりするんですけど、なんかお菓子じゃなくて、なんかそのナッツとかの方が、その食べ過ぎはダメなんですけど、まだいいみたいですねおでん食べながら、あー嬉しい、ラッキーフード。エルマさんのキューキットガンダムできたね、できてたね、懐かしい、じゃーん。あ、よくない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 、本当によくない、本当によくない、失礼しました。そうできたんですよ。あれ、じゃん、じゃん、ポストさせていただいた、そう、アイバーさんからいただいたキューキットのリバイバル版ガンダムでーす。なんかポーズすごいけどそうなんですよ、本当にすごい作りやすくてびっくりしました。でもね、フォルム、形はキューキットで可愛いですね。キューキットって可愛いですよね、形が。毎日靴ずれと戦いで辛い、あー足に合わなかったんですね。私もでもなんか足の横の幅が広いんですよ私もうだからそこで結構足が合わなくて痛くなっちゃいます。天ぷら、おお、ホクホクの天ぷらってのかな。今日は私は豚汁でした。お鍋じゃなくてすいません。昨夜のギリギリにオンライントーク少し通過したよ。ああ、ありがとうございます。そうですね、昨日
までがあのオンライントーク会の締め切りだったんですが、申し込んでくださった皆さんありがとうございます。そして11月30日の6分のトーク会も完売してくださって嬉しい、ありがとうございます。そうなんです、だからトーク会はありがたいことに、あの全日程合わせて、あと11月30日のキューブのトーク会のみになりましたので、はい、皆さんぜひね、お待ちしてますね、お待ちしてますね。でも一番早いのでオンラインロングトーク会ですね、楽しみです。明日と明後日公演行ってきます。あ、行かれるんですね。明後日 S 公演ですよね。私も出るってなってたからごめんにゃん、申し訳ないですが、明日のことも忘れずにあの楽しんできてください。はい、忘れたら悲しいので泣いちゃいますね。6週もしてくださったんですか、すごい、なのに出なかった、それは辛い。あー、そんなに、ま、ね、あの撮ってくださったのにショックですね、それは。人間ドームのもともと知ってました、ほら。なんかそう、今日の2じゃないよ、なんかすごい動画もね、いつもあのラジオの収録させてもらった後に YouTube さんにあげる用の動画も撮らせてもらうんですけど、あのなんかすごいちょっとなんか変なあの不思議な感じの私がちょっと出てきてしまってなんていうんですかね、不思議ワールドがなんかちょっと出てきてしまって、なんかちょっと面白いのかな、なんかちょっと変な感じに、変な、うん、なんか不思議ワールドなんですが、ぜひ見てみてください。でもね、それは20日の放送が1週間ぐらいでしたっけ、その YouTube さんの動画がアップされるのって。なんですが、いやちょっと先なんですけどね。また、ちょっとそちらも見てみてください。かっこいいねー、そう、なんか本当にニッパー使わずに使ってみたんですけど、本当に作りやすくて、はぁ、なんかびっくりしました。色分けもねしてくださってますし、なんか説明書もなんか詳しくて、パーツもなんかなんていうんですか、少なくなってるんですかね、なんていうんですか、そうなんか作りやすかったです。と色はもともとついてるんですよ、はい。私はでもなんかそのそう、今もねちょっとあのアイバーチャンネルさんの動画をその時ちょっと見て、そう見ながら作ってたんですけど、それで1時間かからなかったぐらいですかね、はい。なんかそうしながらになっちゃったんですけど、ガンプラキューキーとシュールなフォルムで昭和だね。でもなんかそれが可愛いというか、可愛くないですか。結構好きなんですよね、かっこいいのもいいんですけど、なんかこのなんか可愛い感じが好きですね。足を、そうなんですよ、怪我してしまって、心配してくれてありがとうございます。今はね、今安静にさせてもらってるのでマシなんですけど、痛みが、この病院に行ってちょっとまた見てもらいに行きますね。ガンダムはアニメですね。ファーストガンダムとか、ガンダム00見てたんですけど、ちょっとなんかそう、結構忘れっぽいんですよね、性格が。昔に見たっていうのは今言い訳なんですけど、なんかそう、キャラクターとかの曲は結構覚えてるんですけど、あの、
話があんまりなんかあんま思い出せなくて、そうだ、もう一回見たいです先生の魔女もちょっと途中なんですよ見たいです。幅広の、あ、そうなんですね、一緒ですね、声おでんでした、ラッキーフードだ、豚汁も美味しかったです。え、でもほんなお鍋みたいな感じでしたねお鍋じゃないけど、扁平足なんですか、一緒ですね、一緒だ、うん、今日も愛してる、ユキンですね、ありがとうございます、応援してます、応援してるよ、こんばんは、ええ、ありがたいですね、よく、でもこの服も結構割と何回も着てますご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあまあショールームさんでしか着てないんですけど、割と着てます。そうなんだ、昔のキューギットの時はすぐにアンテナが折れてました。あ、そうなんですね、もっと細かったってことですか、あ、もう白に白だから全く見えないチェック剤もね使わないですし、あとそう腕とかもね、だから動くようにあのなってて、すごいですよね、足も動きやすいし、こうやって欲しかったな、私も痛かったです、ごめんにゃん、トークもあとわずかな、あと残りはツーショット回ですね、そうですね、ツーショットはまだまだあの皆さんお会いしていただけますので、ツーショットってお高いんですけど、あとね、あんまり自分が映りたくないという方もいらっしゃるんですが、私はとっても一緒に撮らせていただきたいですねそういう機会じゃない、どうですか、皆さん 撮られるのかな、逆に写真に残せて、遠くへって握手会は残らないんですけどね、残せて見返せますので、いくつになってもいいですよね。あ、ジュイチも入られるんですね、あー私も出たかったです、あ、今日も触覚巻いてました、そうです、私の気がなんかそう、新スプリントと内側のふくらはぎの内側の筋肉がを痛めてしまったんですけど、でも何かをしてとかっていうわけじゃなくて、そのずっとそう踊りで戻り方がっていうのもあると思うんですけど、そうなんかその筋肉を使いすぎですかね、それがずっと積み重なって痛みが出てる、積み重ねですね、ダンスのはい、なんか結構慢性的なもんなので、なかなか治っても再発しちゃったりするんですけど、はい、踊り方研究ですね、今も本当に動かないようにしてるので、よくなってきてくれたらいいんですけど、今度の病院の結果が、サンちゃんワールド、あ、確かにサンちゃんもね、サンちゃんワールドありますよね、私も横にゃんワールドがあるのでうん、出てますね、あずあず多分最初絶対困ってたんですけど、あのちゃんとあの臨機応変に、そうたまにちょっと変すぎて笑ってたんですけど、
あの2人とも。でも笑いをこらえて頑張って撮影してきました。笑い動画変な感じになっても勘弁ね。でもちょっとね難しいですもんね。全然もう嬉しいです。うまくねつながりますよね。ね、つながってほしい。パーツの合わせが目立たないのでかっこいいよね。え、そうですよね。いや、本当に分かりづらい。すごい。ガンダム作るの珍しくない？あ、そうですね。いつもなんか結構違うの作っちゃうので珍しいですね。チームさんとかの多いかな。うん。なんか当たってしまったら行ってもいいかにゃん。はい、行って来てください。でもよくやんのことを忘れないでくださいね。はい、宮森ちゃんとの動画、ガンプラですかね。私の趣味に付き合ってかな。え、だったら嬉しい。ぜひね、相葉チャンネルさんで私に出させてもらった、この前上げてもらった動画かな、もう見てみてください。ご挨拶させていただく内容で、そのあんまりなんていうんですかね、何かガンプラをしてるっていうわけではないんですけど、はい、見てみてください。コメントやいいねとかも高評価もぜひお待ちしてます。あ、作られてましたもんね。よくの作品って見たことがない。本当ですか？絵もね結構描かせてもらってるから、確かにインスタさんとかにたまにアップさせてもらってるけど、最近はしてないかな。カスタマイズしたいところ、どこだろう。どこかな。ちょっと今思い浮かばないです。ちょっともうちょっと真剣に考えたいですね。これ面白いねえ。なんかでもちょっともう一回見返さなきゃです。あ、オルフェンズもね、お父さん見てて、見てないんですよ。見たいです。ナキーさんが見てたって言ってました。この前。自分でもできるかも。そうですね、このほんとこちらとても作りやすいですよ。エントリーグレードね、作りやすいと思うので。キャンとかゲルグがあるのかな。あるんですかね、どうなんだろう。リバイバル版はなさそうですね。ないですよね。主人公らしかったクエル君。まだ最後まで見てないんですよね。じゃあ早く見ます。ちょっと終わってますよね。ちょっと早く見ますね。絶対が止めるしか。いや先行のハスウェイとかも、あのオリジンとかも見てますね。ね、腕回ってるんです。すごいですよね。すごいですよね。じゃーん、じゃーん、可動域が広い。ファーストガンダム好きなモビルスーツ、ジュークって出てくるんでしたっけ。ジューク好きなんですよ。アッカイとかジュークとか好きなんですよ。そう
1920、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、お大事になさってください、ありがとうございます。今はでもね、安心させてもらってるので本当に助かっております。あずちゃんから、あ、あずやんから、よこにゃえようこそそうなんです、気が治った後もちょっと気をつけますね、本当に。タコヤワールド大好き、そんなこと言ってもらえるんですね、変だと思うんですけど、ありがとうございます。11月の公演のサイルも黄色にしますね、チームSカラー、ありがとうございます。あずあずいい子、いや本当にいい子ですいい子ですね。あ、昨日横屋のライトを買ったんだけど、もう明日到着するらしいやん、あ、言ってくださってましたもんね、嬉しい、ありがとうございます、ぜひ受け取ってね、嬉しいです。ルカさんと似てない動画、ルカさんでもなんか一時すごい連続で5回以上ありましたね、なんかやらせてもらえてた、なんか記憶が、どの動画だろう頑張ります。あ、そうですね、シャッフル公演のグッズは明日までですね、コミュニケーション金曜日までだったような、あ、ありがとうございます、決済日までシャッフルグッズもね、ぜひ明日までなの で、アクスタがなんか EC 受注限定販売みたいなので、皆さんぜひゲットしてください。ガンダムをギタギタにカスタムしてピンクと水色にしてみたい、ギタギタに、ギタギタにギタギタにってどういうあれだろう短い時かかりそう、いやでも説明書もねすごい分かりやすく書いてくださったので、はい、割とすぐできるかもですね。装飾も考えてくださってるんですね、オンライン東海の時の、そこが記憶に残りたいチャム、嬉しい、ありがとうございます、楽しみだ。あ、ユニコーンに出てきたのか、違うか、本当ですか、楽しみですね、お話するの。ニャンつけたら何でも横にはワールド入りニャンね、わら横にはワールドでもね、みんな付き合ってくれそう変な掃除が進めない、でも全然もう掃除しなくてもはい、大丈夫ですうん、ロカと美月さんだけめちゃくちゃテンション高い動画、わらあ、そうですよね、私結構なんかそう盛り上げようと思ってめっちゃなんかテンション上げてた気がしますうん、皆さんありがとうございます。じゃあ今日はお歌を歌わせていただこうと思います。昨日ねあれが入ってたよって教えていただいてたので、あちらを、あちらを、皆さんイヤホンを刺すので音
うるさいので気をつけてください。うるさいです。カスタムってルールとかなさそうなのが面白いね。そうですね、自分だけの好きな機体にできるからね、いいですよね。じゃあ、そしちゃいまーす。お、今日は人間コンビですね。あ、TikTok さん見てくれて、あ、コメントもしてくれてましたね。嬉しい、TikTok さんも見てくれてありがとうやー。チーム S のにあげさせてもらっておりますね。あ、服見つけてまし、見つけました、入りました。音量もバッチリなので、皆さん好きな音量にしていただいたら歌っちゃいます。あれですね、あれです。そう、あ行もうお分かりですよね。やっと入れていただいた、はい。もう分かっちゃってますね。じゃあ行こうかな、皆さん準備 OK かな、行っちゃいます。どうぞ。今日はホログラミ、あ、すいません。街明かりも現実感がないよ。知らぬ間に雨が降り出して、雫が頬に濡れた時冷たかった。人の波はどこへと流れてゆくのだろうか。自分の意志じゃなく流されたい。君がいないならこんな世界は何も面白くない。目に見えるものの全ての色を失った。僕の人生照らしてたのは君という名の太陽。愛は暗闇の中でも確かに生きているのに。孤独を怖がり優雅党を目指してしまうのだろう。たった先が濡れ始めたから傘を差してない自分に気づいたのさ。夜の空は月とか星とか見えるはずもなく期待できないとわかる。
のホログラムでした。ちょっと今日調子悪かったかも出だし失敗しましたし、ちなみにちょっとうまくないね、ちょっと下手だったんですけど、聞いてくれてありがとうございました。まあでも入れていただけて嬉しいということで骨格心拍数もね入れていただけてるので大体ですね。でもあの骨格心拍数の方がすごい早いんですよ。なんだっけスピードが音楽が本当好き。おー、真顔で歌うっていうこれちょっと難しかったですね。嬉しい、皆さんありがとうございます。優しいですね。音楽心拍数は入れてもう今も、はい、入れていただけております。好きになっちゃったもう入ってました。はい、そうなんです、そうなんですじゃあちょっとサンデータイムやらせていただきたいと思います。お願いします。こちら SK48 33枚目シングル告白心拍数の特典会のお知らせです。吉野ホログラム分かるじゃん。確かに。じゃん、11月30日土曜日ポートメッセ名古屋さんで握手会トーク会やらせていただくんですが、でトークの6部も完売していただきまして、はい、握手とトーク6部完売です。ありがとうございます。やったー、嬉しい、ありがとうございます。なのでもう全日程合わせて残りトークはこの日のキューブのみになりますので、ありがとうございます、嬉しいです。皆さんぜひぜひ先着順ですので皆さんお気をつけください。お待ちしてます。この日は告白心拍数の MV でも着てた白衣装です。パンツのね、パンツのズボンの衣装です。プラスアルファ八木ちゃんとどこかの部で何かする予定なのと、サンタニャにもなります。ここね、そこがあります。あとなんと現地はですね4月11日土曜日愛知スカイキスポさんでツーショット撮影会を、3578部じゃない35789部させていただくんですけど、1日目が着席バージョンになります。はい、言えなくてタクスの衣装です。あの可愛いやつ言えなくてタクスの衣装プラスアルファあのもう一個やります。はい、やりまーす。ツーショットはね可愛いもん、ありがとうございます、ありますので皆さんツーショットも待ってるよ。次の日の1月12日日曜日愛知スカイキスポさんのツーショット撮影会35789部スタンディング形式の方も皆さんまだまだご購入可能です。うん、また必ず、お待ちしてますね、ありがとうございます。この日は告白心拍数の歌唱用衣装になるので16周年コンサートのオープニングで着させていただいてた衣装になります。はい、ヒーローみたいなクマさんのサイリームカラーになってる衣装ですね。でプラスアルファアニメコスをします。アニメコスがなんか届きそうで無事に連絡が来て、なんか雲行き怪しかったんですけど、なんとかなんか大丈夫な感じがしますアニメコスをします。はい、で現地はもうこちらのみなんですが、あ、オンラインもそうですね、終わってしまったので申し込みが、そうですね、じゃあもうこれだけになっちゃいますね。で5時先着販売期間中で今こちら11月30日
ポートメッセ名古屋さんでさせていただくキューブのトーク会ですね。残りキューブのみのトーク会が11月22日金曜日の12時正午までの締め切りです。1月11日、1月12日の愛知スカイキスポさんのツーショット撮影会が1月3日金曜日の12時正午までの締め切りです。はい、なんかそうですね、宣伝も短くなりましたね。看板も出していただいて本当にありがとうございます。ぜひトークとツーショットになっちゃいますね、残りが。もうお待ちしてます。待ってるにゃん。ツーショットも、来てくださるんですね。ありがとうございます。親の思いが日に日に募ります。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございますね。ありがたいですね。オンラインですね、次は一番早くて。なので皆さんにお会いできるの楽しみに。明日も頑張ります、頑張ります。明日は病院です、頑張ります。ありがとうございました、皆さん。じゃあ発動ですね。じゃあ行きます。初めてだからドキドキします。オンライン初めて、嬉しい、ありがとうございます。やった、お会いできるの楽しみです。お疲れ様です。そうか、いい男の日なんですね、イケメンやん。難しい、イケメンやん。イケメンニャンはどんな感じですか。投げキッス、ちょっと昨日もトトイさんもやらせてもらってるから、ちょっと開けちゃおうかな。なんちゃくね、でも1本しかない今日。なんちゃく1本しかないです。イケメンニャンのセリフじゃちょっと募集です今。なんて言うんですか、イケメンの方は。お、きしめん、そうですね、寒いからいいですね。あ、途中で、あーあーあー、きみまろ、きみまろ、じゃあ、あ、シャアの、あでしょ、きみまろのセリフをじゃあお借りします。じゃあ行きます。ゆこにゃーん。ビーム。わー。からのー。にゃん。にゃん。今日はあずにゃんとのラジオだったので。にゃん。にゃん。にゃんでーす。いろんなにゃんポーズがありますね。からの男の、いい男の日、イケメンデルからのたく、しょうがねえな。あ、ちょっとイケメンにはなれないみたいですね。うん、難しい。たく、しょうがねえなって君マロンが言うセリフ知ってますか。うんぽちゃむん、うんぽちゃむん、うんぽちゃむん、からのー、え、何しようと思った、あ、からのーきしめー、知らない方多いんですか。ちょっとうんぽちゃむと君まろで検索していただいて動画見てみ、あ、あ、知らないですか。あ、本当ですか。ちょっと見てみてください。君まろとんぽちゃむ、んぽちゃむです。からのじゃーん。キューキットリバイバル版ガンダム。
これそうです。ビームサーベルは塗っておりません。なんか写真ね、塗ってるように赤くなってたんですけど、塗ってないです。で、そうだ、あずにょんとの24の放送は11月20日21時40分からなので、皆さん聞いてね、聞いてくれるでしょ。3000人近くの方もありがとうございます。では皆さん、あと皆さん、美しいのみ新しいね。そうなんです。あ、そう、シャッフル公演のグッズが明日までなので、皆さんゲットしてね。すごいレアな K2 さんの衣装とイーサの公演の衣装を着させてもらってるので、すごくレアです。皆さん、アクスタはね、EC 受注限定販売なので、はい、明日までしか買えません。ゲットしてね。ありがとうございました。皆さん、エアブラシはですね、お父さんが持ってて、だから実家にしかないんですよね。そうなんですよ。いつものシャチハコからのおやすみやこにゃ、夢でもえますように。あ、両方も仕事けた。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん。皆さん、ゆっくり休んでねー。ありがとうにゃんでしたー。またねー。